こんにちは、アストルティアニュースの時間です。今週もいろんなニュースがありました。まずはこちら、真のピラミッドに謎の盗賊団が不法侵入しました。長らく放置されていたピラミッドの最深部に隠されているというアラハギール王家の秘宝を盗むために侵入したとのことですが、またもや冒険者ヒューガ氏の活躍により盗賊団を捕らえたとのことです。関係者の話によりますと、王家の墓所を暴いた犯人との関連性は低いとみて、レンダー社犯罪取締局は引き続き調査を続けている模様です。次のニュースです。考古学の常識を覆す大発見がありました。現存する資料が少ない人間神グランゼニスの貴重な資料がソーラリア峡谷で発見されたとのことです。今回の発見はレンダーシアの考古学を大きく覆す大発見であるとして、興奮しすぎた学会ではすでに暴動寸前とのことです。ダーマ大神官候補の黒い噂が広がっているとのことです。大神官候補にはふさわしくない行動をたびたび報道されているゾゼラ氏を調査したところ、怪しいところが多々見えてきましたが、現ダーマ神官に止められ取材を断念する形となりました。踊り子の新生リーディ氏が大活躍しました。ギザント一座の新生リーディ氏は世界的に活躍していた踊り子のジャンナ氏に憧れて踊り子の道に進んだとのことです。大神官の任命式で踊りを披露することになり、緊張のあまり転んでしまったところに大神官候補のゾゼラ氏が喝を入れ、その後踊りは大成功で終わりました。ゾゼラ氏が元シタル一座の座長であることが判明しました。リーディ氏の踊りを見て再び芸の道に戻ることを決意したとのことで、今後の新生シタル一座にファンからの期待が高まっています。ここで速報が入りました。行方不明となっていたトーマ王子のご遺体が大魔王の手先として現れ、アンルシア姫とその場に居合わせた冒険者ヒューガ氏が交戦しましたが、幸い怪我人は出なかった模様です。当時の状況を賢者ルシェンダ氏に取材したところ、冒険者ヒューガ氏が勇者の盟友であることが判明したとのことです。今回あまたの偉人と相棒、そして盟友として活躍してきた世界的相棒ただたにウノリ氏がお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。まったく、お前に呼ばれたがここに来ちまったぜ、ヒューガ。どうも、あー、お久しぶりです。お前の力にはいつでもなろう。あ、ウノリさん、さすがです。任せてくれ。もうということです、私の相棒にもなり、盟友ともなってくれたこのウノリ氏にお越しいただきました。任せてくれ。あ、お願いします。ヒューガ、何の話をするんだ。ちょっと待って、もうヒューガちょっと待って、まったくお前に世話ばっかりかかんだからよ。まったく困ったもんだぜ。うっせえよいや、ちょ、マジ、あれ違う、なんか違うダメだ、俺はキャラを作れなかった。今回、まあ、この勇者の盟友ってことが、まあ、冒険者ヒューガ氏分かったわけですね。あ、冒険者の、あ、勇者の盟友ってのはそもそも何なんでしょうか。盟友とはそれはすなわち、はい、勇者の相棒であるということ。勇者の相棒である。そう、はい、勇者一人では力を及ばぬ、そういうじあの危機的状況に一切したとしても、はい、仲間がいれば乗り越えられる、そういう少年漫画的シチュエーション。あ、少年漫画的シチュエーション。そう、そういうことなんですね。そう、盟友がいることで勇者は完成すると言っても過言ではないと私は考えている。闘動的な感じですか。そう。あ、なるほど、そういうこと。勇者はさらなる高みへ登る、そのためには盟友の導きが必要なのだ。なるほど、そうなんですね。サブ隊にもなってるだろう、導きの盟友って。導きの盟友、盟友が導いていくと。そう、盟友こそが導く存在である。そう。あ、なるほど、わかりました。あ、そうなんですね。まったく、これだからヒューガー困るんだよな。ヒューガー、もうちょっと勉強頑張ろうね。うっせえよダメだ、俺出ない。もう盟友、勇者の盟友、まあ、結構昔、まあ、カミルという方が盟友だったというわけなんですね。昔の先代の勇者の。そうだね。そのカミルの、まあ、カミル、まあ、先代の盟友のカミル氏は、まあ、史実によると勇者を最後に裏切ったと、まあ、そういう情報が入っているのですが、このヒューガ氏はどうなんでしょうか。実際勇者の期待に添えるのでしょうか。盟友とはそうそう勇者を裏切るものではない。あ、そうなんですね。過去のカミルに関しても、はい、
私は怪しいのではないかと踏んでいる。あ、その史実に問題、何か裏があると。歴史とは常に人の伝言ゲームに違いない。あ、かゆい。なるほど。かゆいですか。大丈夫ですか。あ、なんかかゆう馬にならない。かゆう馬になっちゃう。かゆう馬になっちゃう。あ、大丈夫ですか。あ、歴史とは所詮伝言ゲームの延長線に過ぎない。あ、なるほど。つまり歴史を経るたびにそれは歪み、はい、最終的には違った形になっているのではないかと私は考えている。うんのりさんにとって相棒、そして盟友とはどういうものなのか、ちょっと最後にお願いします。そうだね、勇者にとって剣であり盾であり、はいはい、銃である、はい、そういうものじゃないかなと思うんだよね。剣であり盾であり銃である。あ、なるほど。まあ俺みたいな盾、はい、俺みたいな剣、はい、俺みたいな銃、そういうことだ。そういうことか。ノクトなんでだよ。ふざけんじゃねえよ。シャケットしろ。うほう。兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん、叫び声王様のこと言えねえわ。うほう。魚影とも同じだわ。土台が兄ちゃんだけが、それ違う。中の人ネタだ。そう、これがゾウだ。はい、では以上アストルティアニュースでした。次、お前の相棒になるかもしれないぜ。